こんにちは。3日前にアップした動画をご覧になった視聴者の方から、実際のところ彼の進行というのはどうなっているのかというご質問がありましたので、続編を出すことにいたしました。それでは前回の動画の一部を反復いたします。中途半端な位置で切られたために先の方が枯れてしまっていますね。この部分に注目してください。この赤いラインで切ったために青いラインの上が枯れてしまっています。ではどうやって切ればいいのか。それはそれほど難しいことではありません。木が発しているメッセージをきちんと受け止めて耳を傾ければよいのです。この生きているところと死んでいるところの境目、この赤いラインで木は最初から切ってほしかったわけです。つまり最初からこのように切ってほしかったわけですね。切り残した先っちょが枯れるぐらいどうってことないじゃないかと思うようでしたら、あなたは全く分かっていません。表面上はこのラインの左側だけが枯れていて、右は生きているように見えます。ですがこの生きているところと死んでいるところの境目のように見えるライン、これは生死を示しているわけではなく、木がここで切ってほしいというメッセージを送っているただの見かけのラインなんです。正しく切られていればこのようにカルスが巻いて傷口は塞がっていきます。カルスが巻いて傷口が塞がっていけば彼の進行は最小限にとどめることができますが、余分な切り残しがあるためにそこでカルスが巻けない場合は、彼の進行はどんどん内部に深く入っていきます。後からこの枯れた部分を切り直してももう手遅れです。つまり先ほどのこの枝も、枝の内部にはもう枯れが進行してしまっているわけです。ですから正しい位置で正しい角度で切るということは、木と長く付き合っていくためにとても重要なことなんです。前回の動画で使った枝を拾ってきて小刀で割ってみました。前回中身はこんな風に枯れが入ってるよと想像したようになっていると思います。表面上は元気そうに見えますけれども、枝の中身は違うんですね。このように枯れが進行して木の内部に入っていって木が弱っていくわけです。最初に枝を切る時からコジット論に従って正しい角度位置で切らなければならないということがお分かりいただけたかと思います。想像してみましょう。
この悪い切り口から入った彼が中へ浸透していって下の方まで下っていってるわけですよね。それでは割ってみましょう。想像した通りでしたね。彼が中まで進行しています。表側を見ると枯れているのは先っちょだけのように見えますけれども、中はこんなに枯れているんですね。したカレーだぐらいどうってことないように思ってしまいますけれども、木にはかわいそうなことをしてるんですよね。なるべく木がダメージを受けにくい切り方をしましょう。機会があればぜひご自分でも木の内部を探ってみてください。ありがとうございました。